待ちに待った3月20日、人類滅亡の日、ワクワク。今日予言の通り終わってくれると、将来の不安がなくなるんだけど、死ぬ気がしない。生き残ってしまうのかしら。終末論のお話をしたいんですけど、まずはライフドアニュース。2020年3月19日。報復で入国制限か、韓国で日本にだけ大声と冷静な意見も。ざっくり言うとに、また NG ワード入ってるんで、ここから始まるやつは、あれにしますね。あれをめぐり、5日より中国と韓国からの入国規制強化が始まった。韓国の外相は感情的に反論し、日本に対して即座に報復措置を取った。だが、日本にのみ大声を上げていると指摘する韓国メディアもある。これはデイリー新潮をまとめたものです。あれめぐり、あれをめぐって、日本を入国制限、反の国、韓国の報酬、反の国、恨みの国、ずーっと恨みやがんねん。今囚人になってしもた元大統領のパククネが、日本を千年恨むって抜かしてやがってんけど、恨みって体に悪いから大いに恨みなさいと思って、面白いなーって見てるんですけどね。人を恨むのではなく、恨ませて楽しむっていうのが私流やねんけど。嫌いな人と人間関係を良くする努力なんかしてはいけないと思います。時間の無駄。めんどくさい人は放置する無視が一番。記事行きましょう。あれをめぐり、3月5日より中国と韓国からの入国規制強化が始まった。日本政府がこの政治判断をせざるを得ない状況を生んだ両国を恨みたくなるところだが、とりわけ、昨年来、反日波状攻撃を仕掛けてきた韓国に反省を求めるのは無駄なようで、同国の外相のオバハ、カンギョンファは、日本側の措置は誠に非友好的だけでなく非科学的だ、と抜かしやがって、何抜かしとねえいう感じやねんけど、まあ、そこはスルーで。感情的に反論し、日本に対して即座に報復措置を取ったのだ。ありがとう。それも当然と言うべきか、感染者、死者ともに、日本より多いにもかかわらず、韓国は、あれの対応において、日本を下に見ていて、韓国ウォッチャーのコメントが載ってます。日本は、PCR 検査の機会を意図的に国民から奪っていて、それは東京五輪を意識し、感染者数を減らしたいと日本政府が考えているからだ。対する韓国は日本より透明性を確保し、幅広く PCR 検査を行った結果、感染者が増えたに過ぎない。そんな論調が韓国メディアでは散見されます。一つの出来事でも、その対応、頭の程度によって、その国の人柄によって、取り方が180度ちゃうもんやなって感じで、アホちゃうか言うて、相手にせんと無視してんのが一番やんな。いつ、いかなる時も、日本を見下そうとする姿勢には恐れいるが、さすがに韓国にも冷静な意見はあって、3月7日付のソウル経済では、唯一日本だけ目には目を、歯には歯を、と対応するのは、理にかなったものなのか考える必要がある。韓国に対して、100カ国以上が入国制限、禁止措置を取っているが、日本にのみ大声を上げているからだ。で、3月6日付、朝鮮日報は、中国の顔色ばかり伺って、私たちだけ貿易の門を開けておいた結果、世界で孤立無援の立場になってしまうとんでもない事態が起きている。惨憺たる思いである。反の国の反の矛先は、恨みの矛先は日本だけではないようだ。って終わってます。まあ、とにかく、韓国はムンジェイン大統領になってしまって、赤組レッドチーム。ムンジェインは北朝鮮のスパイ工作員って言われてる。私たち日本人にとっては敵でしかない。で、パククネをろうそく革命で引きずり下ろして、ムンジェインを選んだんだから、石化統一まっしぐら、レッドチームへの道。私たち日本人にとっては敵でしかない。そもそもが、親日は罪。日本が好きっていうのが犯罪の国やねんから、敵やん。韓国の大統領ムンジェインの医療分野の参謀ってのが抜かしやがったことを聞くと、さすがあの国のやつやな。安倍晋三首相が新型肺炎にかかればよい。やっと、すごいね。お前がかかれって感じ。で、冒頭に申しました終末論。
終末論っていうのは、デジタル大事件言っときましょうか。人間と世界の終末についての宗教思想。現世の悪に対して世界の究極的破滅、最後の審判、人類の復活、理想世界の実現などを説く。ユダヤ教、キリスト教に顕著。終末感。何年か前にアセンションっていうのが起こるって言ってたんで、私アセンションって何やろって調べた時に、ああ、これで人々のマインドをコントロールしてんねんなと思って、おもろっと思いながら信じず見てて、ある時友達にこれからアセンションいうのが起こるらしいで。なんか途中で気づいても何にも言わないで最後まで我慢して聞いてね。その時ちゃんと覚えててんけど、今うろ覚え状態やねんけど、何しか3日ぐらい真っ暗な世界になって、そこを乗り越えれば肉体から離れててって言った瞬間、友達がそれ死んでるやん、うん、多分そういうことやねんやろけど、アセンションが来るって信じてる人がおんねん、すごいやろって感じで話したん思い出すわ。もう何年前やろ、10年ぐらい前かな。で、今回はマヤ暦とインド暦が最後やから、週末この日ちゃうかって言われてて、それを読んでんけど、マヤ暦以前終わった時にアセンションが来る言ってたんちゃうの、それ計算ミスやってんとか言うて、で、今スピリチュアル系の人たちは備蓄をしなさいってやってんねんけど、これは備蓄しといた方がいいと思うねん。私は台風の時にベランダ壊れた、大阪北部地震にあった経験から、やっぱ備蓄油の大切やなと思いました。全然大したことなかったんけど、他の地方の方の災害とか見てね。で、震災に備えた備蓄ってすぐ賞味期限来てしまって捨てることになったりするので、ローリングストックっていうやり方で食料を備蓄する。私は常にサバ缶とトマト缶が10缶ぐらいあるんね。で、月に何個使ってるのか知らんけど、結構ローリングされるんですよ。めんどくさいと、サバ缶とトマト缶でパスタ作るのね。で、パスタ、スパゲッティの量も結構あるんですけど、あれ日持ちするし。ペンネやマカロニも結構あんねんけど、しょっちゅう使ってるから困れっていう感じで、その震災に備えてるんではなくて、結構自分の気持ちで、あ、もうめんどくさいなっていう時がしょっちゅうある。ので、それで缶詰パカッて開けて、煮込んでしまうってやってるんで、いいよ、おすすめよって感じやねんけど、で、今一生懸命備蓄しといた方がいいよっていうのは、欧米の封鎖を見たら、そうやなと思うんですが、預金封鎖まで起こる可能性があるよってやってはんねんけど、まあ、ないことはないんかもしれんけど、いや、ドル円は強いから、ユーロとか他の通貨が偉いことになるだけで、大丈夫やろって私は見ています。世界のお金持ちセレブたちがドル円が偉いことになったら困るやんか。で、世の中を牛耳っている方たちは日本を潰したいとは思ってるけど、ドル円が偉いことになったら困るから、しょぼい銀行は潰れるとは思うけどね。この世の中は金持ちブルジョアジーと貧乏人のプロレタリアートの戦いや、資本主義対共産主義や社会主義の戦いが必要不可欠なんですけど、預金封鎖言うてるスピリチュアル系の人たちの言葉とかを一生懸命観察する気はさらさらないから、一応検索してみたんですね。他に誰が言うとるか。憲法9条を守らせようと一生懸命活動なさっている方たちが入った政党が言うてるから、ああ、なるほど。共産主義者たちがそういう風に不安に思わせてんのかしら、やっぱりって見てんねんけどね。王から始まるの回。動画を見つけましたが、わざわざクリックしてみる時間はもったいないので見ていません。とにかく、この世の中には、人々を混乱させて、破壊に導かないといけない使命を持った奴がいます。かなり昔に読んだ本で、教会はなぜ潰れないのか、ってあって、常に恐怖を与えているから。恐怖支配されてるんだと思います。信者さんは罪人やから、常に教会で懺悔してくれる。だから、教会は繁栄しとんねん。日本国は、神の国で、あっちゃこっちゃに神さんがいらっしゃって神社があるやん。で、万能やん。八百万の神言うて、数多くの神様がいらっしゃるやんか。だから、なんか叶えてもらいたいことがあったら神社行ったらええねんって。で、ムカつくやつおんねん、腹立つ、鬱陶しいって思ったら、縁切り神社行って、そいつの名前言うて、神様に告げ口したらええねん。で、縁切ってもらったらええねん。って私は思うんですね。
とにかくこの世の終わり、終末論は、なんかの宗教なん違うかなと思って、ああ、また言うてはるっていう感じで、これからは世界が一つになって、助け合っていかないといけない言うてはるけど、いや、まず自分たちのことが必死やから、目の前にいる人と助け合って生きたらいいんですよ。世界に目を向けてる余裕はない。